今回は点字付き絵本をご紹介します。皆さんこんにちは、 YouTuber のよいこです。いつも動画のご視聴並びにお付き合いをいただき誠にありがとうございます。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願い申し上げます。応援していただけるととても嬉しく思います。今回はちょっと季節が過ぎてしまったんですけど、のんたんのクリスマスにまつわる絵本をご紹介します。これただの絵本ではないんですよ。視覚障害者が読み書きをするための点字が盛り込まれた本になります。では、応援団は、のんたんではないんですけど、のんたんの色と同じ白をモチーフにした子ヤギのゆきちゃんの同じサイズのぬいぐるみ3つ置いています。カメラ向かって右はシリンちゃん、真ん中はランちゃん、一番左はラナちゃんです。以上の3つを置いています。ではこちらの絵本ですね、天訳傷つきという、活字のものを点字に起こす、点訳団体がありまして、毎年クリスマスの時期になると、点字付き絵本をプレゼントしてくれる企画を実施、しています。で、いつだったかな、11月ぐらいかな、11月ぐらいの YouTube の動画の中で、消防自動車ジプタの絵本が、点字付き絵本があって嬉しかったというお話をしたことを今ね思い出しましたね。で、一応ね、なんだ、欲しい絵本の希望の中に出したんですけど、ちょっとご縁ありませんでしたね。うん、他に応募があったのか、重なってしまったことによる、そのジプタが来なかったっていう結果でしたね。でもしまたね、今年消防自動車ジプタの絵本、点字付き絵本が候補に上がってたら、諦めずにまた、候補出してみようかなと思います。では、この絵本なんですけど、パッと見ね、どこが点字なのっていう感じだと思うんですけど、このね、表紙の上の方に点字が書けるラベルが貼られていて、でそこに、のんたんサンタクロースだよっていうふうにタイトルが書いてあって、でその下にですね、作者の名前、清野幸子作絵というふうに書いてあります。この本ね、持ってますね。展示じゃなくて、もともと買ってあったやつですね。それがたまたま届いたっていう感じですね。で、本の他にこの、展示用紙に書かれた、これなんだろう、作者の言葉っていうものが付属で挟まれていました。清野さんによる、なんだろう、この本を作った経緯とか、そういったことが書かれてあるであろう、冊子が、展示の冊子がついていました。で、絵本に戻すと、表紙の上の方にね、展示ラベルが貼られていて、タイトルと作者が書いてありましたね。で、開きますと、またね、多分イラストが書いてあって、のんたんサンタクロースだよって書いてあって、のんたん、遊ぼうよ、あ、これあれかな、いや多分タイトルだと思うんだけど、
で、そうだね、清野幸子作絵って書いてありますね。これなんて書いてあるのかな、多分濃淡遊ぼうよ、あ、濃淡遊ぼうよってシリーズの 7弾みたいです。そんな風に書いてあります。で、このページを見ていただくとですね、皆さんから、カメラ向かって右側がですね、触図になってますね。要は触って分かるような仕掛けになってます。なので、あ、右側ののんたんの顔があって、で、皆さんから見て左側にブーツ、靴下持ってるなとか、そういうのが分かるような仕掛けになってます。で、ちょっと皆さんに見せた状態で読めなさそう。なんだろう、クリスマスプレゼントに、なんて書いてあるの、これね、展示のラベルが貼ってあって、なんかとがき、ナレーションの部分が書いてある。クリスマスプレゼントに、赤い自動車欲しいなーってのんたんが言ってるよって。あとはそのあとね、カッコして、多分店役の方が独自にこう考えてくださった説明書きが展示で書いてあります。イラストがとこんなですよみたいな、こういうイラストですよっていう、店役者の方が考えてくださった説明書きが書かれています。で、触図になってるので、多少ね、実際の絵本のイラストとはちょっと 見た感じ違うかもしれないんだけど、でも視覚障害の有無にかかわらず公平に楽しむことができる仕掛け、ね、仕掛けの絵本ですね。で、次のページはね、なんかまたね、今度は皆さんから見て左のページ、カメラ向かって左のページにのんたんのイラストが書いてあって、多分、クリスマスの靴下を持って、で、フードをかぶって外を歩いてるような触図イラストが触図で書かれてあります。で、まあ今度は右側のページになんかとがきの部分とか展示ラベルに、書かれている状態のページですね。で、まあこれクリスマスの話だからね、ちょっともう今2月の中旬なのでちょっと時期が終わっちゃって、で、あ、なんか YouTube 撮れないなとかって思いつつ今日になったんですけど、うん、展示付き絵本ってね、そんじょそこらじゃ買えないので、うん、典役キツツキさんによって制作されて届くっていう感じです。ノンタンサンタクロースだよっていうのが去年のいつだっけ、12月のいつだっけ、終わりぐらいかなに来ました。はい、というわけで今回は展示絵本を皆さんにお見せしました。いかがでしたでしょうか。のんたんは名作ですよね。そうそう、毎年ね、展示付き絵本を作ってくださり、で、展示絵本のプレゼントの企画を実施してくださいますね。で、典役キツツキはね、これはなんかご縁があるなと思ったんだけど、墨田区のね、石原という嵐尾部屋じゃないけどね、片尾波部屋が確かあるところに事務所があるみたいです。墨田区の石原っていうところにね、うん、そうそうそう、片尾波部屋がねあった記憶があります。うん、行ったことないけどね。そうそう、ググったらね、引っ張ってきますね、片尾波部屋って。うん、そうそう、なんかね、つながってるよね、最近相撲というか若隆景さんをはじめ、だから相撲にまつわるご縁で結ばれてることが多いなと
多いですと思いますね。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。ご視聴並びにお付き合いをいただき誠にありがとうございました。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願い申し上げます。応援していただけるととても嬉しく思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber のゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。